エリンギ君が独特なセンスの味する。今日ゆで卵持ってきたのにさ、入ってるんだよね、ゆで卵。髪型決めた。みなくん、こんにちは、こんにちは。このチキン、チキンナゲットの味がする。うん、これだけめっちゃいいやん。マーボー君、君を選んだ甲斐があったよ。おいしい。ゆで卵くん、塩ないから何つけて食べようかな。誰かにあげよう。肉持ってきたんですけど、さすがにさ、肉飯は多いやん。弁当に肉入ってるから。だから誰かにあげたいと思います。優しいゆなちゃん。こんにちは。優しいゆな子、人気か分からんけど、ゆで卵誰も食べなさそうやけど、まあ、近重さんにでもあげようかな。いただきます。捨てるのはもったいないからね。この麻婆のせ豆腐で食べたいと思います。やっぱ麻婆豆腐にはさ、白米が食べたくなるんですよ。よく白米は禁止令が出てるから食べれないんですけど、ゆで卵でいけるわこれ。こんにちは。会えるの楽しみすぎる。それなネックリさん、かわいい、ありがとうございます。ゆっくも今日ハイテンションだよ。でもあの4時ぐらいにツイートしたでしょ。でも結局ちょっとだけ寝て、このここだけの話ちょっとだけ寝たんですよ。今日以外に会えるかもつまりできたの嬉しい。絶対かわいいやん。めっちゃハイテンションやね今日。朝からさ、ピラティスの一番大変なレッスン受けてきて、もう足パンパン。嬉しいこと、今から怖いということ。昨日もね、おばあちゃんと遊んでたんですよ、昨日。でもその合間も縫って、ちゃんとピラディスも行ってきたんです。おばあちゃんも渡してまで。
配信とピラティスはユナの日課。あと最近筋膜リリースと、いろいろあるわ。こんにちは。綺麗な忍耐力というか、忍耐力続けることだけは。ちゃんと続けるので、なおくんくん、スイッチありがとうございます。さあさあ、継続力マンボ豆腐にするの？めっちゃいいやん。いや、マンボ豆腐ってたまに食べたくなるよね。ヒタルハートのペンライトありがとうございます。早くて頑張っていいの？ほんと？早くナナに会いたいの？それの？ユッチも Me too。こんにちは、のんちゃん、本当ありがとうございます。ご飯っていうか炭水化物、発祥の店すごっ。でもさ、なんか日本でもさ、けどさ、発祥の店いっぱいあるやんみたいな屋台あるよな、たまに。え？ここも発祥の店とか言ってる。あれ？みたいな。みんな完全に睡眠不足。さっきのが寝られ、まあ一つ言えるのが、ほんまに寝んの早いっていうのと、あの学校がない分の体力が残ってるっていうのかもしれへんけど、ほんまに元気寝られ、じゃ寝られへんちゃ、起きるすぐ。こんにちは、寝るときはすぐやわ。チャンデクくん、ハートありがとうございます。遊びに来てありがとうございます。こんにちは、おはようございます。いや、そうやな、睡眠ブース買うのお肌にも良くないしな、痩せ効果も全然良くないの、ダイエットに悪いの。でもほんまに落ちにくい体になってるのよな、ほんまに悲しいけど、過去のな画像を遡ってて、NNB 入る前にもダイエットしたんですけど、その時はなんかスル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 さ体重落ちてたのにさ、まあ今はなんか筋肉もつけながらなんかちょっと動き方はちゃうからけど、体は絞れてるはずなのに体重が絞ってじゃないと、いいね、いい肉がついてきたっていうポジティブに考えることにしますけど。のんちゃん、花束ありがとうございます。リリー君、ハートありがとう。のんちゃん、レインボースターありがとうございます。お、こんにちは。3月の終わりぐらいファンクラブで体重公開しよう。痩せるというか、あのね、歩いてて疲れない足になりたいわけ。福井さん、ハートありがとう。そうやねん、なんかちょっとまあ加工もあんねんけど、
顔はマジで加工なしでもシュッとしてきたと思う。だって太ってる時ってさ、加工あっても太いもんな。しかもあの加工のレベルも上げてるし。こんにちは。これ間に合うかな、間に合わせて、会いたいよ。みんながな褒めてくれるから。いやな、あの褒められて伸びるねん。だからな、頑張ってるの。ヒタのレインボースターありがとうございます。昨日はプールも行ったんですよ、おばあちゃんと。二人とも歩いてたけど、ユナも泳げないし歩いてた。でも最近ちょっとずつな、ビート板使ったらバタ足できるようになってきて。こんにちは。そう、おばあちゃんもアクティブでね、おばあちゃんが服買ってくれるって言ってたんやけど、なんかおばあちゃんに買ってもらうのもなんか最近はもう二十歳超えてるからなんか悪いなってなってきて。こんにちは。皆さんもそういう年頃ありましたか？逆になんかみたいな。プレゼント渡しといて、届きました、お手紙もありがとう、めっちゃ嬉しい。こんにちは。でユナとなんか旅行行くためになんか貯めてくれるみたいで、もう貯めてくれてるみたいで、もうそんなん聞くだけでもなんか涙がポロポロですね。こんにちは。いや、今年の誕生日は何しようかな。クレープ席でうちは持っとくんで反応お願い。わっ、絶対反応するな。声間に合わせて、みんなみんな間に合わせてきて。今日はあの大人っぽくなくて、今日は可愛いゆっくんでいきたいと思いますので。これ全然ユニットの匂わせとかじゃないねんけど。ネックンハートありがとうございます。お洋服めっちゃ可愛かったからすぐ着たかってんけど、あの半袖やったからなんかまだ着れへんなと思って、ちょっとね漏らしたいと思います。こんにちは。あと公演まで何分ですか？みんなに聞くっていう。今日早く帰って、初めて嬉しい。今日は超絶可愛いはず。ちゃんと朝からコンディション整えてきたので。時半間半か、 OK。 今日6時半開演ですよね。こんにちは。じゃあ、あの匂わせときます。今日は可愛い髪型でいきたいと思います。こんにちは。可愛いのなので楽しみにしててくださいね。じゃあランキング埋めたいと思います。てかなんか電波めっちゃ悪い。13位フリヤくん、12位ナベちゃん、11位リリンくん、10位チャンデクくん、9位マコニー、8位リンタロウくん、7位ヌクイさん、6位サトミチ、5位レビアン、4位ジュン TV さん、3位ナッチュンチュン、2位ヒータロウ、そして入る1はドゥルドゥ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 、ナンちゃんでした。ありがとうございました。では、のほんたこに
燃えてるよ。3、2、1。なんちゃん、なんと2回連続会えるのめっちゃ嬉しい。すぐに見つけるからね。大好き、チュチュチュ。ありがとうございました。こんにちは。じゃあそろそろ終わりたいと思います。最後まで見てくれてありがとう。公演楽しみます。ありがとうございます。いつか公演見に行きます。待ってますね。大好き、ありがとう。あ、何回としてん、何やったっけな。そうだ、思い出した。7日、明日はユナの日なので、あのショールームとルームスの配信もするので、時間何時がいいかまた聞きますので、ピオラハウスまだ入会してない方はルームス入会しといてください。ファンクラブサイトね、ユナの。こんにちは。それじゃあ皆さん、バイバーイ。最後まで見てくれてありがとう。バイバーイ。公演絶対見てね、可愛いから。バイバーイ。